はい、どうも、うずです、今回の動画はネットの新しいサービス、ネットフリックスという動画配信サービス、そのお話をさせていただきます。で、そのネットフリックスというのがどういうサービスなのかっていうのを先にちょっと喋らせていただくと、今まで Hulu とか U-NEXT っていって、日本でね、楽しめるスマートフォン、タブレット、あとはゲーム機とかでね、こう楽しめる動画配信サービスというのがあったんですよ。定額制のもの。かなりね、楽しんで使ってらっしゃる方もいると思うんですけど、これのすごいでっかいまたね、やつが日本に上陸するということで、9月2日なんです、スタートが。で、今言った Hulu、あとは U-NEXT に比べて、何がこの Netflix 魅力なのかというと、ちょっとね、資料を見ながらなんですけど、Netflix が誇るのは何といってもその膨大なコンテンツでしょうということで、コンテンツの量がすごい多いんですよ。というのも、Netflix っていうのが、もともとレンタル DVD のサービスをやってた会社なんですよ。で、レンタル DVD を確か$4で貸し出しして、その総量的なもので$2取るようなシステムだったのかな、昔。で、それが会社を設立して2年後ぐらいに定額制サービスっていうのを初めてやり出した会社なんですよ。で、その定額制でレンタル DVD をこうやるっていうのがすごい大ヒットして、一気にこうでっかくなっちゃった会社みたいなんですけど、それが今動画配信ですごく成功されてるという。そういう状態でございます。昔から DVD レンタルやってる会社なので、そのコンテンツ量っていうのがすごい豊富なんですよ。古い作品から含めて。で、ここにも書いてあるんですけど、コンテンツのストック量が半端ないですっていうことで、マニアック度の高いものや旧作の映画などではNetflixがダントツですと。で、Hulu ではテレビドラマは時期によって配信されないシーズンもありますが、Netflixはより多くのシーズンをストックしています。これやばいね。これやばいと思います。で、また、Netflix はアカデミー賞のノミネート作品も含めて、非常に多くの独自コンテンツを多く制作していて、これがかなりの人気を博しています。って書いてあります。で、しかも多くの作品は日本語の吹き替えがあるので、字幕が苦手な人や、作業しながらでも楽しむことができるでしょうっていう。字幕じゃなくて吹き替えが多いんだって。これ、うずさんもね、まだ試してないからわかんないんだけど、そうらしいですよ。で、料金の方も画質によって違うみたいなんですが、で、基本的にはベーシックが650円。スタンダードが950円、プレミアム1450円という3つのコースから選べるっていう。で、いずれもちょっと税抜きですね、価格は。で、対応のデバイスも豊富で、大体ね、家庭に何かしらはあるだろうっていうデバイスで再生できます。PlayStation 4、PlayStation 3、Xbox 360、Wii U、Wii、あとはなんか専用の閲覧機器っていうことで、Apple TV とか Chromecast なども利用できるし、PC だったら、Windows、Mac 両方対応です。で、iPhone、iPad、Android、Windows Phone も対応となってます。Windows Phone？ で、ここも魅力の一つみたいなんですけど、画質もちょっとね、今やった Hulu や U-NEXT に比べるとちょっとね、抜けてるところがありまして、Hulu や U-NEXT ではコンテンツの多くは 720p のハイビジョン画質ということなんですが、Netflix は基本的にフルハイビジョンの画質へのシフトを進めている。これが多分一番先に進んでるんですね。で、しかもその先の 4K 動画へのシフトも、もう、見据えてるそうです。ということで、まとめると、Netflix の強みはコンテンツの量と画質ということで、ちょっとうずさんがね、今回ね、資料を見ながら話させていただいた内容なんですが、その古くからレンタル DVD 事業で成功されてる会社なので、コンテンツ量が非常に豊富。しかも日本語吹き替えがしっかりされてるものが多い。そういった形でいろいろとね、ちょっと楽しみなサービスになりそうです、これは。で、日本だとあとソフトバンクモバイルが結構このね、Netflix いろいろ力入れてくると思うので、これからソフトバンクのスマホに変えたいとか、契約ちょっとねする方は Netflix 関係のチラシとか案内がいっぱい入ってくると思いますので、その辺はうずさんの動画見た人は、あ、これのことかって思ってください。必ずおすすめしてくると思います、ソフトバンクスタッフは。悪いサービスじゃないですからね。使いたいっていう場合には本当にね、面白いサービスだと思います。忙しい大人の方でそんな映画とかね、ドラマなんか見てらんないよっていう方にはいらんサービスですけど、完全にそういうのが好きな人にはたまらんサービスだと思います。で、ちょっと私事ではありますけど、うずさんこの間フジテレビの方ね遊びに行った時に、フジテレビのねエスカレーターのとこにこのNetflixのね CM のモニターと、あとはそのエスカレーターのとこにもうポスターがね、もうベタバリですごい貼ってあったんですよ。宣伝するためにお金もらってるのか分かりませんけどすごかったですよ。ということで、本日はネットで新しいサービスまた始まりますので、日本でね、日本上陸楽しみにしてた方はね、ついに始まりますので、楽しんでみてください。はい、うずの動画はこんな形で、ネットのサービスのこととか、いろんなね、ガジェットのこととか、パソコン関係のこと、カメラの関係のこと、よくお話してますので、もしこういった、動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。うずさんもですね、映画関係とかね、こういうドラマすごい見たいんですけど、見るとほら、次々見たくなるじゃないですか。その時間が取れないですね。ゆいちゃんも映画とかドラマ好き？うん。好き。何が好き？ドラえもん。ドラえもんね。